もしょちゃん先生いらっしゃい。今回はしょうちゃんがおすすめする煮込みうどん作っていきたいと思います。この煮込みうどんは時間もかからないし、お金もそんなにかかりません。なのにしっかり腹が満たされるというね、素晴らしい一品となっております。で、今回は実際にどのぐらいのスピードで作れるのかやっていきたいと思います。鍋をね、コンパクト化したような感じなので、たくさんいるお家の方にはちょっと向かない、どちらかというと一人暮らしの人に真似してほしい僕なりの時短飯でございます。じゃあ早速やっていきましょう。今回使用する材料はこちら。薄切り豚肉 80g、 椎茸1個、白菜が 100g、 うどん1玉。こちらの材料費でだいたい150円です。肉がやっぱ一番高いかな。じゃあ作っていきましょう。材料洗ってもいないし切ってもいないところからスタートします。よーい、スタート。まずね、お湯を沸かします。 300ml。 そしたら白菜と椎茸を洗って切っていきたいと思います。まあ一口サイズにね、切っちゃいます。で、椎茸スライスしていきます。炊き込みご飯の椎茸みたいな感じで、椎茸は先に僕入れちゃうんですよ。ちょっとそれっぽいことを言うと出汁を取りたいよね、せっかくだからね。こちら沸騰してきたらもう肉を入れちゃいます。これもね、出汁を取りたいよね。バイト先のおばちゃんが言ってたのよ、やっぱり鍋には豚肉だよって。豚肉が一番美味しく出汁が取れるって言ってました。中火で煮込んでいきます。この時に本格っぽいことをやる、アク取りね。これをやると調理工程に本格味が生まれます。まあ僕が一人で食べるんでいらないですね、この工程は。こんな感じでグツグツ煮たら、ここに白菜をぶっ込んでいきます。僕はもうしなしながいいんで、なんならトロトロそれぐらいまでいっちゃうのが好きなんで、ちょっとね煮込むんですけど、蓋を閉めて3分ぐらい待っちゃおうかな。この時間を有効活用、食器を洗っちまうぜ。家に用意しておけば10分で飯が食えるっつったら、まあカップラーメンが3分だからさ、カップラーメンにはかなわないかもしれないけど、まあ、10分でちゃんとした飯が食えるなら俺は早いと思う。よし、じゃあ3分ぐらい経ったから開けて、で今度ここにね味付けをしていきましょう。まず醤油大さじ半分、白だしを大さじ 1.5、 酒大さじ1。ここでニンニク、これを第一関節ぐらい、1センチぐらい入れると、まあ結局うまくなるよね。ニンニクは正義です。そして味の素2振りぐらい、最後ここにうどんを入れて2分ぐらい煮込んだら完成です。10分になった瞬間火を止めれば OK だと思います。10分が過ぎました。わお、ニンニク器にぶっ込みます。うわ、絶対うまいわ。という感じでこちら、しょうちゃんの特製煮込みうどん完成です。時間は10分38秒でした。よし、机に行って食べよう。では早速食べていきましょう。いただきます。うまそうやな。あっは、うまっ。うん、僕の好みに合わせてるから、ちょっとだけね薄味かもしれないんだけど、そこは好みに調整してもらうとして、ニンニク効いててパンチャってうまいっす。いいね、クオリティ高いよ。もうさ、外も5時ぐらいになるとめちゃくちゃ寒くなってきたじゃん。バイトで配達行くときね、めっちゃ寒いんよ。もうね、ジャンパーみたいな着ないとちょっと寒くてやってらんないなっていうぐらい寒いんで、そういう寒い一日を乗り越えたときにこんなの食えたらもう最高っすね。今回豚肉で作ったけど、鶏肉でも全然いいよね。牛だとちょっと硬いんで、硬いし高いからあれだけど、鶏もも肉とかでも全然いいと思う。ごちそうさまでした。
ップラーメンとかより全然腹満たされた感もあるし、あと今時のカップラーメン高いからね、材料費考えたら多分そこそこ安いカップラーメンとトントンぐらいだと思うから、この値段でこのクオリティを食べれるなら僕は真似してほしいと思ってる。さっき言ったように豚肉を鶏肉に変えるもよしだし、椎茸をしめじとかに変えてもいいよね。まああとは白菜だけじゃなくて、まあ野菜はね、もう好きなのぶっ込んでいいと思うんで。ただコスパよく時短を考えると、やっぱり鶏肉より豚肉の方がいいし、野菜はね白菜があれば十分かなとは思います。動画のためにやったっていうよりかは、これ実際ね何回か今まで食べたりもしてたので、それの完成形を今回動画にさせていただきました。一人暮らしの方とかね、ぜひ真似してみてください。ということで、しょうちゃんメスのチャンネル登録よろしくお願いします。高評価コメントもたくさんお待ちしております。あと本日しょうちゃんは TikTok を更新しました。はい、約束通りね、水曜日までにあげると約束したので水曜日にあげさせていただきました。ギリギリです、すいません。 TikTok の方は好評だった動画がね出るまではちょっと模索しながらなんですけど、ある程度評価をもらえるような動画がね出たら、それをオマージュしてオマージュして僕らしくしていくって感じのやっていこうと思っています。最初の投稿は金欠飯ということでやらせていただきましたのでね、ぜひ気になる方は見てみてください。 TikTok 残念ながら概要から飛べないので、 TikTok の方に行ってしょうちゃんベースで検索してくれれば多分僕が出るかなと思います。では TikTok の方でもお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。 See you again。本日もご視聴ありがとうございました。今日のしょうちゃんミュージアムは月子の作品、僕の可愛い写真を集めてくれたみたいです。なるほど、こういう顔をすればいいんだな。ふむふむ、作ってくれてありがとう。しょうちゃんミュージアムを通じて僕と一緒にしょうちゃんベースを完成させてほしいです。 Twitter でたくさんの投稿をお待ちしております。次回も見てください。バイバイ。